昭島市にある東中上駅の周辺は昭和の面影が多く残っている。駅前ロータリーを団地がぐるりと囲み、一つ一つに懐かしさが漂っている。町にはクジラのモチーフが点在している。これはかつて近くの多摩川で昭島クジラの化石が発掘されたことに由来しているそうだ。クジラロード商店街は高齢化のためか空き店舗が目立つ。平日の日中だというのに寂しい眺めだ。団地を抜けると、寂れた緑会という商店街。
この通りを進むと発生ロータリーという円形のロータリーが現れる。実はここ軍需工場従業員の住宅地から始まった町で、かつては500戸の住宅のほか、市場や映画館もある一大住宅地だった。8本の道路が放射状に伸び、出張所や郵便局があり、地域の中心として機能していたことがうかがえる。周辺の街並みも当時の風情が残っている。団地の高齢化は避けられず、再開発によりいずれは昭和の街も少しずつ消えゆく運命にあるだろう。